ののオマハ級軽巡洋館の一隻。メ名は、オハイオ州シンシナティにちなむ。その名を持つ艦としては3席目。シンシナティは1920年5月15日に、ワシントン州タコマのトッドシップビルディング社で寄航1921年5月23日に、ワシントン州シアトルの シアトルコンストラクションドライドック社で、チャールズ・イ、e ・チューダー夫人によって、命名、浸水し、1924年1月1日に、艦長、c p ネルソン大佐の指揮下収益した。南アメリカでの成長巡航後、シンシナティは1924年6月に、偵察艦隊に合流し、カリブ海及び、大西洋騎士沿いに、作戦活動に従事した。 舞台と共にシンシナティは1925年の春に太平洋及びパナマ運河地帯で艦隊演習を行い、その後カリブ会及び大西洋騎士沿いの作戦活動を再開し、1927年初頭まで従事した。1927年2月17日、シンシナティはパナマ運河地帯のバルボアを出港、極東での任務に向かう。 10月まで上海を拠点として活動し、続いてマニラに移動。その後1928年2月から4月まで再び上海で活動した。東海岸へ帰還途中、オアフ島での訓練に参加。ホノルルで乗客を乗せ、ニカラグアのコリントに向かい、1928年7月25日にロードアイランド州ニューポートに帰還。その後は1932年まで、 東海岸での作戦活動に従事した。1932年初頭にシンシナティは太平洋艦隊戦闘部隊に合流し、1934年4月から7月まで東海岸を巡航5月31日にはニューヨークでの大統領による艦越式に参加した。西海岸へ戻ると、 1935年から38年まで予備役兵の下記訓練巡行を行い、その後1939年に再び大西洋での任務に配属される。シンシナティは1940年4月から新珠湾を拠点として活動し、同年末までグアム、フィリピンへの輸送任務に従事した。その後大西洋に戻り、西部大西洋での偵察任務に就く。 戦争が始まると、偵察及び戦団護衛任務を、大戦用、カリブ海で行い、マルティニークでは、フランスの武装帆船を打破した。シンシナティは、ドイツの密航船探索を行い、1942年11月21日には、ミルウォーキー・サマーズと共に、アンナリーズ・エスベルガーを発見する。船の乗組員たちは自陳しようとしたが、 シンシナティの部隊は船に乗り込みその正体を暴き、船が沈む前に乗組員62名全員を捉えた。1944年の初めにニューヨークでオーバーホールを行ったシンシナティはヨーロッパ侵攻のために1944年3月から7月までに行われたニューヨークからベルファストまでの3度の輸送船団巡航に対して護衛部隊の機関として同行した。 7月28日にノーフォークを出港し、南フランス攻撃の間、地中海西部での偵察を行う。シンシナティは9月9日にニューヨークに帰還し、オーバーホールの後11月17日にブラジルのレシフェで第4艦隊に合流、ヨーロッパでの戦争が終わるまで、南大西洋の太陽航路で偵察巡航を行った。 1945年の夏にシンシナティは海軍兵学校生を乗せ2度の訓練巡行を行い、9月29日にフィラデルフィアに到着、同地で1945年11月1日に退役し、1946年2月27日にスクラップとして廃棄された。シンシナティは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。